欧州連合が国連と EU が制裁を課した国や個人、団体目録と彼らが受けている制裁内容を表示した EU 制裁地図を最近発行した。EU 側は制裁に関する情報の普及を向上させるため地図を用意した都市、制裁地図にも制裁が課された時期と制裁執行の主体と対象。 その内容を記述したと明かした。国連や EU、もしくはこの二段からだの制裁を受ける国は北朝鮮やイラン、シリア、ロシア、ベネズエラなど33各国だ。特に、北朝鮮が国連と EU から最も多くの制裁を受けていることが分かった。北朝鮮は国、 北朝鮮の企業個人を合わせて35件の制裁を受けており、その内容は武器輸出及び購入、資産凍結、金融制裁、航空や航空便、港や船舶、贅沢品や貴金属などだ。